武行役として、時代祭に参加する門川市長京都市長は、京都市の市長をたる特別職の地方公務員。1898年に設置。初代の市長は、京都市会が推薦し、内務大臣が選任した。それ以前は、市政特例により、京都府知事が京都市長の職務を兼ねていた。1947年以降は、公選により選出される。 歴代の市長が、京都市公共学団の学団長、世界歴史都市連盟の会長などに就任している。京都三大祭りの祇園祭では、山鉾巡行のくじ改め、時代祭では名誉奉行の役を務める。現在の市長は、角川大作。2008年2月17日発当選、2月25日に就任し、現在は4期目。 任期満了日は2024年2月24日。京都市に市長の職位が設置されてから26代26人が就任した。第2代市長は西郷隆盛の長子の西郷菊次郎。公選が始まった1947年以降、21回の選挙が執行された。当日有権者数1159,615人。 最終投票率40.71%当日有権者数114万1060人最終投票率35.68%当日有権者数114万156人最終投票率36.77%当日有権者数114万2979人最終投票率 37.82%、当日有権者数、1134,620人、最終投票率、38.58%、当日有権者数、1126,465人、最終投票率、45.90%。当日有権者数、1107,625人、最終投票率 41.、41.59%。 当日有権者数、108万5948人。最終投票率 41.、41.55%。当日有権者数、106万802人。最終投票率、40.60%。当日有権者数、105万3739人。最終投票率、42.50%。当日有権者数。 103万3987人、最終投票率 27.、27.11%、当日有権者数、1。027483人最終投票率 16.、16.13%、当日有権者数、103万8381人、最終投票率 19.、19.50%当日、有権者数。 1025,583人,最終,万人最終投票率59.00%当日有権者数908,728人最終投票率53.79%当日有権者数911,396人最終投票率56.55%当日有権者数828,522人 最終投票率 48.、48.61%。当日有権者数、75万6797人。最終投票率 49.、49.53%。当日有権者数、71万866人。最終投票率 53.、53.64%。当日有権者数、61万8201人。 最終投票率 58.、58.57%。当日有権者数、536,935人。最終投票率 50.、50.72%。京都市長を補佐する副市長は、条例により、定数が3人以内と定められている。それぞれ主務が定められている。大野森区、大森吉五郎、市村慶造、加賀谷朝倉、船橋本木。 今川雅彦は後に京都市長に就任している。ありがとうございます。